今回は試作に試作を重ねためちゃくちゃ美味しいチュンジャロス作りたいと思います。お肉が硬くなってしまった方、そして野菜の、ね、食感が残らなくていまいちだなって方、そして味付けがうまくできなかった方、そんな方におすすめの動画です。作り方丁寧に教えますので、初めてチンジャロスを作るそんな方にもおすすめでございます。今回はこの3つのポイントを押さえながらチンジャロス作っていきます。このポイントを押さえるだけで皆さんも絶対に美味しいチンジャロス作れるようになります。まずは豚肉です。常温に戻しておいてあげると美味しく仕上がります。冷たい状態でね、火入れていくとね、急に暖かくなるので、温度変化が起こってね、お肉が硬くなりやすいです。なので、まあ、可能なら軽く常温に戻しておくことをおすすめします。で、豚肉は縦に切っていきます。めちゃくちゃ細くする必要は僕はないと思うので、食べやすいサイズ、だいたいまあ1センチ幅くらいかなに切ってもらえればいいんじゃないでしょうか。お肉のね、部位はお任せします。今回はね、生姜焼き用のロースを使っています。ここで一つ目のポイントです。で、塩コショウ、お酒、お醤油でしっかり下味をつけておきます。これをね、することによってお肉にね、ちゃんと味がつきます。お肉にね、味がついてないと食べた時にあれ、なんかあんまりこのお肉深い味がしないなとするんですね。なんかここで味付けとくだけで仕上がりに大きな差が出ます。これね、この後タケノコのね、下処理をしていくんですけど、その間に置いておくことによってね、豚肉の中にしっかり味が入ってきます。なので順番としては先にお肉を下味をつけるのを先にするといいと思います。こんな感じ、全体的にね、味がよく馴染んでます。お肉置いていきましょう。続いてタケノコです。タケノコはね、もう細く切ってるやつ買ってきました。これ水煮になってるやつですね。で、これね、僕ちょっと気になるんですけど、割とこう酸っぱい酸味があるんですよね。それを取るためにこのように水につけときます。で、10分ぐらいつけておければベストです。で、ちなみにこの酸っぱさっていうのはですね、まあ、タケノコをね、まあ、長く持つために保存料が入ってるんですけど、 pH 調整剤だったかな、それがね、こう酸っぱさの原因らしいです。そして、まあ、タケノコね、かなりアク出ます。なので、まあ、少しでもね、こうちょっと水にさらしてアクを抜いてあげる。ちょっと10分ほど置いていきましょう。はい、そしたらタケノコ、水にさらしたものお湯で茹でていきます。ちゃちゃっとお砂糖とお塩を少々混ぜます。この状態でだいたい5分から10分ほど茹でていきます。しっかりこの状態で茹でてあげることによって、さらにこの酸っぱさ、そしてちょっとえぐみね、アクを抜くことができます。ピーマン切っていきます。チンジャロスおすすめの切り方があるんですね。まず頭を落としまして、ほんでくるくるくるってやって、中に種抜きます。半分に切ります。ピーマンよく見るとですね、縦にこう線走ってるんですね、これね、スーッと。で、繊維に沿って切るとキシキシした感じで仕上がるんですけど、僕のおすすめは繊維を立つように切ります。で、5ミリ幅ぐらい、これをすることによってさっと炒めた時でも食べた時にね、ほぐれやすいんですよね。なので口当たりがいい。タケノコが揚がる前に調味料合わせておきましょう。醤油、オイスターソース、お酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、よく混ぜます。中華は特にね、時間が勝負です。調味料で手間取ってると、どんどん食材のね、状態が変わったり、強火で調理することも多いので焦げちゃったりするので、必ずね、事前に合わせておきましょう。これがね、美味しく作るための秘訣です。調味料がよく混ざりました。そこにお水で片栗粉加えます。ここで一回溶き合わせておきましょう。で、片栗粉ですね、沈殿しちゃうので、フライパンにね、入れる直前にもう一回よく混ぜて、全体なじませてから必ず入れてください。はい、そしたらですね、タケノコは十分に茹で上がりました。はい、続いてです、お肉加熱する前に下処理していきます。全卵溶きます。白身をね、切るようにしてよく取る。そこに先ほど味付けしたお肉加えます。全体よく混ぜます。そしてここで登場、小麦粉。これ大事なポイントです。これをね、全体によくなじませてから火を入れることによって、お肉がね、硬くなりすぎず、こうふんわり柔らかしっとりと仕上がります。フライパンに多めの油を敷きます。卵をね、こう切りながらなんですが、ポンってまとめて入れちゃうと塊になっちゃうんで、ちょっとこう広げながらですね、火を通していきます。
本来はもう少しねたっぷりの油でやりたいんですが、まあ、たくさん使ってももったいないところはあるので、だいたい1センチぐらいの油の量でやっています。ほぐしながらほぐしながら、この後ね、あの再度最後フライパンで火入れるので、そんなに気にしなくてもいいんですが、ある程度ここでね火で溶いてあげるとあと楽です。全体的に火が入って白くなってきました。そしたらね一回バットに溶いて出します。この調子でどん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 入れていきます。こういう油を切るねものがあればすごく楽にすくい上げることができますね。そしたら最後一気に仕上げていくんですが、お肉、ピーマン、たけのこ、そして合わせ調味料、これ4つね揃った状態で一気にいきます。そしたらフライパンにごま油入れていきます。大さじ1です。そしたらねフライパン温まりました。まずたけのこ入れます。ピーマン、そしたらですねたけのことピーマンから炒めていきます。でピーマンね、ある程度ねしっかり火入れてあげると、まあ、ちょっとこうえぐみ苦みみたいなところも少し軽減しますんで、お子さんとかでねピーマン苦手な方いたらちょっとこう丁寧に炒めてあげるとより食べやすくなるかなとは思います。しっかり 2,3 分炒めました。ピーマンにねしっかりこう火が通って油が回って、たけのこちょっとねしんなりしてきました。それくらいが個人的にはベストです。はい、ここで先ほどのお肉戻し入れます。ここ大事なポイントですね。お肉野菜別々で炒めることでそれぞれがジャストの状態で合体して美味しく仕上がるんでね、一手間ですがぜひやってみてください。野菜炒めとかもね一緒ですね。はい、そして合わせ調味料入れます。合わせ調味料をね必ず混ぜる。片栗粉溜まってますのでそれをちゃんと溶かしてあげる。引っかかるものなくなったら大丈夫。そしたら一気に、まあ、合わせ入れます。じゃあちょっと片栗粉入ってます。なので割と早めに炒め合わせる。はい、そしたら盛り付けます。熱々のうちにねぜひ皆さん召し上がれ。ピーマンのね食べた時の口当たりぜひご堪能あれということで、ういジョロス召し上がれ。はい、できました。そしたら食べたいと思います。楽しみ。どうでしょう、ご飯にオンしてます。最高ですね。いただきます。うまっ。お肉もね、ふわふわでね、じっとり柔らかい。ピーマン、噛んだ時に歯切れがすごいいいですね。独特の水煮の臭さみたいなのも一切ないし、アクも感じないですね。丁寧にね、作った甲斐もあって美味しく仕上がりました。最後にね、今回の料理のポイントを振り返りましょう。豚肉、これちゃんとね、下味つけてください。これでね、仕上がりがだいぶ差が出ます。そして2つ目、卵と小麦粉をお肉で和えてから加熱していきます。これをやることによって柔らかな食感に仕上がります。続いて野菜の下処理の方法です。ピーマン、切るときは繊維を断つ。そしてタケノコ、お水にさらして塩と砂糖で茹でてあげる。そうするとね、臭みと酸っぱさ抜けますよ。そして調理の方法です。お肉とね、野菜別々で炒めることによってお互いにジャストの状態で仕上がります。でそして最後、合わせ調味料ですね。合わせておくと安心して調理をすることができます。はい、今回は美味しいチジャロス作らせていただきました。ぜひね、作ってみてください。いいなと思ったらいいねと、そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひ美味しいチンジャロース皆さんのものにしてください。練習して作ってみてね。バイバイ。